朝日駅は、高知県高知市朝日駅前町にある四国旅客鉄道土産線の駅である。駅案内パネルのコメントは、主かる地蔵村の駅。駅番号は、K03。千葉県朝日市にある、東日本旅客鉄道総武本線の朝日駅と同名のため、自動券売機を含む窓口乗車券類には、区別するため、朝日と表示される。 相対式ホーム2面2線を持つ交換可能駅で特急、四万と足ずりが停車する。駅両端のポイントはスプリングポイント。北側に補線用機械の留置線があったが現在は撤去されて車止めの標識と枕木のみを残してパークアンドライド用の駐車場の通路となっている。駅舎は大きく2013年7月31日まではパン屋、 ウィリー・ウィンキーも入っていた。高知駅管理の直営駅で窓口や自動券売機が設置されている。ホーム以前は当駅に乗り入れる路線バスがいくつかあった。2013年9月30日までは、高知県交通が平日7時32分瀬と東団地発の折り返しで8時25分発のあざみやバイパス経営高知営業所域があったが休止となった。 それ以外は300メートル南の朝日駅前通バス停に発着する。ありがとうございます。